えー、皆さんこんばんこばはピエル北川です、えー、2020年の全日本スーパーフォーミュラー選手権の第7戦最終戦えー、今日土曜日ですね2月19日、えー、1日が終了いたしました、えー、現地の時刻はですね今、えー、これで何時かなもうすぐ7時になろうとしております夜の7時ですね あの昨日はですね本当にあの風も強かったですしかなり寒かった、えー、この富士スピードウェイの夜だったんですけれども、えー、今日はですは、ね、今、この時間、まあ昨日よりは風もありませんしね、えー、いくらか大丈夫かなという感じがしますただ、えー、昼間はですね時折雪が舞ったり、えー、それからみぞれが落ちてきたりとかですね、えー、本当にあの寒い一日で、えー、スーパーフォーミュラの午前中に専有走行そして午後にまたフリー走行ということで、えー、2時間の走行枠があったんですけれども、まあ 本当に走る側もそれから見る側も、えー、大変寒い一日だったんじゃないかと思います、えー、今、これをご覧になっている、ね、ファンの皆さん、えー、今、ホテルでお過ごしになっているかそれともご自宅かちょっと分かりませんけども、えー、今日ね、ね本当に、あのー、寒かった体冷え切った体はですねしっかり温めて、えー、また明日に備えていただきたいと思いますさて、えー、ピエール北川の現場リポートということで今日、ですね、えーまあ、走行が終わった後いろいろな印象をちょっとねお話ししようかなと思います。けれども えまずですね、えー、今日は午前中、そのですね、走行1時間がまずあったんですけれども、えー、時折ですね、まあ、雪やみぞれが降ってくる、そういう状況の中ですね、えー、走行が行われたそのタイミング。まああの結果から言うとですね、ホンダ勢がかなり好調なスピードを見せまして、えー、そしてトヨタ勢がそれに続いてということで、ちょっとね、二極化するような、えー、そんなですね、印象のリザルトになりました。 まあ、トップタイムをマークしたのは笹原右京選手ということで、まあ、今シーズンです、ね、で、えー、もともと大役でスタートした彼だったんですけれども、まあ、最終戦に来てですね、まあ、ここのところその予選のスピード、えー、一発の速さこういったものにねかなり手応えを感じているのか今回もですねフリー走行では、えー、一番時計を叩き出すということで非常に日曜日が楽しみなそんな滑り出しでしたね。 まあとあからちょっとこれは別のドライバーから聞いたんですけれども笹原右京選手どうやらベストタイムを出した時はオーバーテイクシステムこれを使っているということらしいんですねで予選ではオーバーテイクシステムは使いませんそしてフリー走行ではオーバーテイクシステムのテストができるというそんなことがありますので、まあ、そのワンプッシュでだいたい50馬力ぐらいそのパワーが上がると言われてますから、まあ、これをですね使ってかなりいいタイムが出たんじゃないかということは言っていました。 まあそれを踏まえても,、ね、でも車の仕上がりがいいから、えー、かなりいいタイムがマークできるわけであって、えー、笹原選手の、ね、車の仕上がりそして彼の,そのドライビングのトップカテゴリーでのドライビングというのがうまく、ね、こう噛み合っている感じシンクロしている感じがしてちょっと週末は楽しみです。 そそれからですね、えー、まあその他のドライバーなんですけれども2番手には午前中、ですね福住二レ選手3番手には山本直樹選手ということでホンダ勢上位陣来ているわけなんですけれども逆にですね平川亮選手、まあ、午前中はちょっといろいろと試していたことが多かったのかあんまりタイムは振るわなかったように見えましたねただ、えー、心配なことはなく、えー、午前中が終わって午後に入りましたね。 今度は各チーム、公式のフリー走行に入りまして、まあ、最終的にトップタイムはですね野尻智樹選手が取りまして、そして2番手には笹原右京選手ということで、チーム無限がワンツーを取ったということになりました。 まああのこの結果からするとやっぱりホンダが好調なのかなというふうに思いがちですけれども3番手以降はです、ね、トヨタ勢も入ってきます特に3番手には平川亮選手が入ってきましてねその平川選手なんですが、まあ、最後はニュータイヤを履いてそしてアタックをしていったというその予選のシミュレーションをしていったと思うんですけれども、まあ残念ながら、ね、笹原選手野尻選手には届きませんでしたけれどもかなりいいタイムをマークできていました。 終わってみればですね1位から20位までのすべての車両が従来、ですねアンドレ・ロッテラー選手が2014年にマークしていました1分22秒台というコースレコードを大幅に上回るコースレコードタイムでですね各社、最終的にはタイムが出揃ったということを考えると まあこの時期、12月のこの冷え切った、まあ、路面ではありますけれども冷えた空気、えー、これがですねかなり高タイムを連発させる原因になっているのかなという感じがします、まあ、エンジンには冷たい空気がガンガン入ってパワーも出ます、それから冷たい空気はぐんぐんとこう、えー、ダウンホースを、ね、得るためには非常に効率のいいです、ね、空気になりますから、まあ、冷たい空気がタイムアップに貢献しているかなという感じがします。えー、そしてですね まあ、そのトップの野尻選手なんですけれども最終的にですねバーンとタイムを出してきました、えー、非常に仕上がりがですね最後に決まったとっいう感じでこう出してくるこういう決まり方をしてくる野尻選手というのは、えー、明日もですも、ね、予選で トップを取るとこれそのままですね決勝もまあオートポリスの時を思い出してもらえばわかると思うんですけれども、えー、ポールポジションでがっつり、えー、そのいい車が出来上がるとあとはですね野尻選手が逃げていくという、えー、そういうですねポールト2ウィンの可能性っていうのは結構彼のレースの定番というか、えー、高い確率で実現するということもあるので野尻、まあ、選手がですね明日ポールを取ってそして優勝を飾ると、えー、合わせて二十三ポイントが取れますよね、えー、そうするとまあ今三番手のランキングにいる 野尻選手としては、まあ、上の1位、2位のです、ねえー、平川選手と山本選手次第ということにはなりますけれども逆転チャンピオンというのも見えてくると思います。 えー、そして、ですね、えーまあ、平川涼選手も今3番手のタイムで今日は終えていますけれども、えー、富士は、ですね、いろいろとホンダが速いんじゃないですかとか結構いろいろ言ってましたけど、本人は。でもね、えー、やっぱり過去の、まあ、歴史を振り返ってくると、まあ、去年はウェットレースでアレックス・パロー選手が優勝は飾っているんですけれども、しば,ししばらくですね、ホンダエンジンがこの富士で優勝するっていうのはなかなかないんですね。えーまあ、ただ、 今回はですね、確かにあの言われてみると12月のこの師走、まあ、しかも,もう年末押落ち迫ったこの開催時期、それから久しぶりの富士スピードウェイでの最終戦ということを考えると、まあ、あのこの富士の、ね、いつも夏でやっているレースのようにトヨタ勢が有利と。 絶対的有利という感じではないかもしれませんけどもやっぱり平川選手もそのですね持っているポテンシャル着実にこう詰めていっている感じがしますから明日の予選でしっかり上位グリッドを獲得できるとですねチャンピオンにグッと近づくようなそういったですねレースを展開できそうな気もしますさあそして心配なのは山本直樹選手でしょうかね山本直樹選手は今日最下位でした最終的に2回目のフリー走行は で、どうやらですね、まああの、我々ピットリポーターからの情報も聞くとですね山本直樹選手はニュータイヤで最後アタックは行ってないということらしいんですねユーズドタイヤで最後の残り10分ぐらいを出ていったとでそこでですね、走り始めて山本直樹選手最後はですね、スロー走行しながら、えーまあ、ピットロードにゆるゆると帰ってきたようにも見えましたということを考えると、まあ、アタックはそもそもしせずに 最後の最後、ですね例えば燃料タンク残量に、まあ、例えば燃料アラートがついた時にどれぐらいの距離が走れるのかとかガス欠のチェックをちょっとしていたんじゃないかなというふうにも少し思いましたね。まああの スーパーパ振り返ってみると山本直樹選手、ライバルのガスにギリギリですね最後、助けられそして自分もギリギリのガス欠のところで逆転をしそしてまあ優勝を飾ったというね富士のスーパー GT がありましたけれどもそれをちょっと思い出すとですねまあギリギリまでその燃料をどれぐらいにするかというところも考えながらのいろいろ決勝の作戦を最後のセッションで確認をしていたのかなというふうふにちょっと僕は想像しました。 まあ、あ最終的に順位はです、ねえー、20位ではありましたけれども、まあ、さっきも言いましたように、1位から最下位の20位の山本直樹選手まで野尻選手から山本直樹選手まで、1.5秒の中に入っているんですね、えー、そうやって考えると、まあ、1.5秒というのは、決勝レースを想定した車と、それから予選の想定した車とのタイム差ってもっとありますから。 そうなると、まあ、山本選手はそんなに心配することはないのかなとううもちょっと思います、そこでニュータイヤを履いてニュータイヤの伸びしろこれを考えると、まあ明日た、山本直樹選手も午前中の,です、ね、そのスピード感を見ていると予選では上位に来るかなという,ふうにも感じています。 さあ明日の決勝レースです明日の決勝レースというか明日の決勝日、えー、午前中に予選そして午後に決勝レースということで、えー、ここ最近の流れこうなっているわけなんですけれども、えー、午前中はですねひょっとすると路面温度が氷点下ということも考えられます、えー、今もですね上空見てみるともう星がくっきり見えるぐらい、えー、今、ですねもう本当に放射冷却が明日がっつりあるなという感じの、えー、今、状況なんですね。 えー、雲がなければどんどんと冷え込んでいきますから明日の午前中のですね、えー、まあ、あタイムアタックの時間はですね、まあ、氷点下はちょっと言い過ぎかも分かりませんけども日差しがあれば、えー、気温は上がってきて路面は上がってくるとは思いますけどもかなり冷たいコンディションで、えー、予選を迎えると思いますで、えー、今タイヤウォーマーが前回のレースから導入はされているスーパーフォーミュラなんですがどうやらですね今日の予選のシミュレートを見ているとニュータイヤでタイヤウォーマーでプレフィーティングしているタイヤでもですね、アウトラップが終わって計測 ラップの1周目でいきなりアタックはできないというのが今日の結論だと思います、えー、ストレートの長いこの富士スピードウェイでは1.5キロのロングストレートで結構タイヤが冷えそうな感じですね 走っている直線の走っているだけでかなりタイヤが冷えてしまうということで1コーナーでブレーキングでロッックアップしてタイヤがロックアップしてオーバーシュートしてしまうという車両が何台かありましたのでということはじっくりゆっくりタイヤをやっぱり温めないとやっぱりですねいきなりアウトラップ終わった1周目では計測できないということは計測の2周目ないしは3周目でベストラップを叩き出すそうすると今、予選で10分ある時間の中で前回のレースで2チャンスアタックができた。 そういう戦い方ができたチームもあったんですけれどもどうやら時間的に考えると、まあ、やっぱり10分の時間があってもたとえタイヤウォーマーがあっても一発勝負のワンアタックしかできない可能性が高いかなというふうに思いますとなると、まあ、やはり経験,を経験値の高いベテランだったりとかそれからタイヤのことがよく分かっているドライバーだったりそういったドライバーが予選で上位に来るのかなというふうにも思いますとなると、まあ、今日の例でいくとですね例えば山本尚樹選手であったり 選手であったりあるいは野尻智樹選手であったりあるいはですね、ニック・キャシディ選手であったり、えー、こういったですね、タイヤの扱い方が非常に慣れているドライバーたちが予選で上位に来るというような可能性はあるかはわかりません、まあ、トラブルがね、あればまた話は別ですけど、まあ、タイヤのそのウォームアップがうまいドライバーが、えー、明日、予選でですね、Q3 まで進んでくるということもありますからまず Q1 で今日ね、1位から13位まで結局、コンマ1秒以内ですね 1>, 1秒以内に1位から13位まで入ってくるというぐらいの久しぶりに僅差でこうタイムが出揃ってきているので本当にまず Q1 を通過するのが。 至難の技そして Q2 は14台でアタックするトラ,トラフィックをまあ考えた位置取りで、えー、どういうふうにポジションを上げてくるのかそして Q3 は最後の最後ポールタイムを出してくるときに、ね、どういうセットアップのピンポイントで、えー、合わせ込みができるか本当にですね明日はいろいろと凝縮された予選が Q1 から展開されていく寒い中ではありますけれども面白い予選そして決勝レースは結構チーム一丸となってねいろいろ戦略それからピット作業のスピード感 まあこういったととところろははですすねいろいろと見どころは多いい見多のかなという,ふうに思いますまあいずれにしてもですねトップのランキング1位、2位は同点、そして3番手、4番手も逆転のチャンスがあるというところでここまでですね大きなトラブルらしいトラブルが出ていないというそのスーパーフォーミュラのの、ね、初日でしたから、まあ、明日もノントラブルで予選、決勝そして最終戦ならではの素晴らしいバトルの末ですね全社がチェックを受けるように。 えー、そして気持ちのいい形でね、チャンピオンが決まるような、えー、そんなレースを期待して、えー、今日のリポートは終わりたいと思います。はい、ということで昨日よりは、えー、かなり頭も回りました。でも今気温は2度、あるいは1度ぐらいなんですけどね、えー、そんな富士スピードウェイ、今日は アドバンコーナーヘアピンを見ながらです、ね、お届けいたしましたということで明日の決勝レースまたまた決勝レース終わった後にですに、ね、皆さん、録画をして皆さんにリポートしたいと思いますぜひ明日のリポートも楽しみにしてくださいということで今日もたくさんしゃべりすぎましたピエール北川でしたそれでは皆さんおやすみなさい。